生まれたよ生まれたよ野上の生食パン、優しくて柔らかな野上の生食パン、子供たちも大好き。10日放送分、坂上ミューズのエンモーニング、今回のゲストは江坂ミューズの店長中川信明さんです。よろしくお願いします。どうもいらっしゃいませ。おはようございます。いやー今日ね、ライブのもう責任者ですもんね、はい、一番大変なこの子、ね、間に中川さん大変やったでしょ。いや大変でした。大変でしたの実際にはもう全然もうないぐらいですか。いやもう完全ゼロです。ゼロです。ゼロ、はい、完全にゼロになったんで、うん、もう 何もできないっていう辛さですよね、うん、公演も打てないっていう辛さだったんで、うん、まあその中でこう自分の中でこう見出していかないといけなかったっていうのが、うん、しんどかった部分ではありましたけど、うん、ようやく笑顔で喋れるようになりました。うわよかった。じゃあもうこれからね、はい、いやでも本当にライブ側もそうですけど、はい、本当のこと言うとこっちのね、そこで歌う、われる方、はい、ミュージシャンの方も辛い思いしてたと思うし、はいはい、もうその辺はもう中川さんたちが、はい、万全な体制でね、はい、これまたこっからまた配信がね、はい、歌いにも来てもらって、はい、もうライブハウス大丈夫や元気やでっていうのを伝えてもらわないといけないんで、はいはい、またその辺のことも今日はちょっとこう番組の中で探っていきたいなと思いますので、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん聞いてください。お願いします。お願いします。